ジェーデ、何をしている？何って、瞑想よ。心が乱れると、鎧に引きこもって瞑想する。その噂は本当だったようだな。ええ。それで、何か用？とても、美味しそうだな。いきなり何を言うの？お前が鎧に引きこもる様が、私のよく知る煮込み料理を連想させる。甲殻類の殻に野菜や肉、米などを詰め込み、三日三晩煮込み続けるのだ。ああ、腹が減ってきた。あのね、ボネ。私は瞑想しているのだけど。奇遇だな。私は無双している。あの煮込み料理を、口いっぱいに頬張っている姿を。邪魔しないでくれる？無論。では、さらばだ。不思議な人。喜べ、ジェーデ。あの煮込み料理をお前に振る舞おう。話が見えないわ、ボネ。ジェーデの瞑想煮込み。私が名付けるとしたら、そうなるかもな。思い出したわ。私が鎧に引きこもる姿を見て、その煮込み料理のことを連想したのよね。確か、甲殻類の殻に、いろいろと詰め込んで煮込むと言ってたわ。その鎧、舐めてみていいか？意味がわからないわ。甲殻類ではなく、鎧に食材を詰める。そんな手もあるのでは、と思ってな。料理は常に挑戦でもある。だからと言って、私の鎧を煮込もうとしないで。あと、人の話はちゃんと聞いて。すまん。考え事をしているとな。それで？私に煮込み料理を作ってくれるの？ああ。友人と囲む食卓は何者にも代えがたい。そういうことであれば、ありがたくお受けするわ。そうか。よかった。では、鎧も舐めていいのだな。当然、ダメよ。ボネ、こんにちは。今、時間はある？ああ、大丈夫だ、ジェデ。ん？いい匂いがする。花か？ええ。この間、美味しい料理をいただいたお礼よ。私に？感激だな。この花を一口かじってもいいか？友人からもらった花の味が気になるのね。ほう、私が何を考えているかわかる、と。これだけ親しくなればね、ある程度は分かってきたわ。そうか。だが、それは私も同じだ。さあ、これを見てほしい。え？美味しそうな料理がたくさん並んでいるわ。お前が前回の料理のお礼に来るのはお見通しだ。だから、料理を用意しておいた。ありがとう、ボネ。でもこれじゃあ、お礼のお礼がずっと続いてしまうわ。問題ない。友情もずっと続くということだからな。そうね。それなら悪くないわ。では、今こそ。ダメ。鎧は舐めさせないわ。それに煮込ませもしない。それは残念だ。